ジュアルな手術体操やったから、いや素晴らしいですね、やっぱりよくね、頭の上割れちゃったりとか、そうで第1回からね、あれです。松井ずると言いまして、あの吉兆を表しています。子どもたちが健やかに育つようにとか、世界の平和とか、いろいろな困難の時代にね、そういう祈りを込めて、あのいいことがあるようにという思いでみんなでおりまして、94歳になるおばあさんがあの和紙人形を作ったっていうことで、それで今感動しているところです。はい、古布を使うことによって風合い、ほっこり感、あと出来上がりの可愛らしさが表現できると思いますので、その辺もまた見てください。私たちはプロではないですから、自分の手作りがあのお客さんに褒めてもらえるのが一番嬉しいですね。おひなさまっていうのはね、いいこともあるし悪いこともあるんですって。でもね、いいことをあの多めにということで大きくして、いいことだけを取り入れております。でこの子どもの手形なんていうのは私たちで考えられないような発想ですので、とってもあの楽しく見せていただきました。町の中に少しでもあの元気にしたいという気持ちでやっておりますので、皆様方のご来場をお待ちしております。